バイオハザード1アンブレラの陰謀はカップコンのゲームソフトバイオハザードシリーズを SD ペリーが小説化したホラーゲームノベライズシリーズ第1弾であるゲーム版バイオハザードに忠実にストーリーが展開される翻訳は風間健二ラクーンシティで相次ぐ猟奇殺人と怪物の目撃報告死刑特殊部隊 STARS のブラボーチームは 怪物が目撃されるアークレイ産地の調査に向かうも、ヘリごと消息を絶ってしまう。ブラボーチームの捜索に出動したクリス、ジル等アルファチームは、山中の館で、恐ろしい光景を目の当たりにする。アルファチーム、アルファチーム隊長、元アンブレラ幹部候補社員、生物工学を得意とし、元陸軍の将校、密かに暗殺を得意としているらしい。 アルファジーム隊員、元空軍所属。そのため、戦闘機やヘリコプターの操縦に長けている。戦闘能力の高さは、チーム内の皆が認めるほど、アルファジーム隊員、爆発物解除のスペシャリスト、米軍特殊部隊で訓練を受けたため、戦闘能力も良い。アルファジーム隊員、元スワット所属。重機や火器の扱いが得意で、知識も豊富。 体内で火器の整備を担当している、アルファチーム隊員、整備技師、危険物排除、取り扱いなどの資格を持っている、血の毛が多いことが欠点、アルファチーム隊員、科学防護要員、通信機器の扱いに長けている、ヘリの操縦免許も持っているため、チーム内では、ヘリ操縦担当。ブラボーチーム、ありがとうございます。